韓国、景気道の知事は、新型コロナウイルス感染症の予防手足を遵守しない協会137カ所に対し密接集会の制限命令を下した。この137カ所は去る15日、景気道の調査の結果、離覚距離の維持、マスク着用などの予防手足を守っていない協会である。ただ、 今回の措置は離覚距離の維持など、制限規定を守る中で集会礼拝をしてもいいということで、景気道は今後、主則の未遵守が摘発された場合、礼拝の全面禁止という特別措置を取ることになる。景気道は今日午前の緊急会見で、密接集会の制限命令の期間はこの日から29日までとした。景気道は、 今回の密接集会制限命令は宗教の自由侵害ではなく、感染病から同民の生命と安全を守るための不可否的な措置であるとし、すでに映像でのテレビ礼拝などに切り替えた教会には該当事項はないと語った。一方、今日の午前0時基準で、新型コロナの景気道内の感染者は265人で、 この中で富川の生命水協会などでの集会礼拝を通して発生した感染者は計71人であるとのことである。